校長なんじゃいや急なんだよ、ね、教頭はい、なんですかい来てくれていいありがとう握手なんてできるわけねえしょ早い、はい、今日はスクールオブロックの校長ことに来ていただきました。お願いします。お願いします。いいんすか、お邪魔しちゃって。いや、もちろんありがとうございます。マジっすか。先ほどありがとうございました。楽しいラジオは、ね、実は、はい、ね、スクールオブロック僕らの、うんうん、生放送、はい、いつも東京ヘブ系列やらせてもらってるところに3人さん来ていただいて、はいはい、でその中でね、出させていただくっていうお話になり、うん、はい、でこうしてもうさっきですもんね、10分ぐらい前ほど、はい、すごいです、ちょっと2人でプロレスしていただいてプロレスじゃないんじゃい。ガチだ、ガチじゃん。今日はお二人を交えてゲーム実況していく。はい、やった、楽しいゲーム用意した。はい、なんじゃもんじゃ、わきた、なんじゃもんじゃい。なんじゃもんじゃって何ですか、これは。これはご存じないですか。これね、僕実はテレビで見たことあって、あ、あの乃木坂46の乃木坂工事中って番組の中で、はいはいはい、なるほどなるほど、多分2017年の2月の中旬ぐらいの放送で、めっちゃ詳しい。で、一回でもやったことあるんです。あるかい。はい、まあ軽く説明しましょう。そうですね、お願いします、お願いします。いろいろめくっていくんですよ、一人ずつめくっていくんですが、はい、そのキャラが初めて出た時にそのめくった人の名前をつけます。その名付け親になってる、何でもいいです。テイクったらいいんですけど、もうその場で思いついたら、思いついたら、はい、あと見た目に、はい、なんか見た目から想像できるやつでもいいし、関係ない自分の愛着ある名前でもいいし、はいはいはい、でそれを、まあ、12種類全部、まあ、つけるんですけども、まあ、そのめくっていく最中に1回目は名前をつける、はい、で2回目にそのカードが出た時は1回目につけられた名前をみんなで言うと、はい、早押し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 、記憶力と速さの勝負。そうです、瞬発力、記憶力、そして、そうですね、やっぱ記憶力、この12引き覚えないといけない。これ、難しありがとう。じゃあいきなり行かせていただきますよ、はい、せーの、どんどん、おお、なかなか、一歩が来た。じゃあ、まあ、最初ですからね、はい、ポテト太郎。おお、でも、まあ、分かりやすい、ぽいぽいですね、ポテト太郎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 、はい、で、僕が引いて、はい、よし、そうです、いきます、はい、ポテト太郎ね、はい、おお、なんだよ、ちょっとトリッキーなやつ来たな、おい。なんだこいつ、トリッキーなやつしか来ないんですよ、もう。じゃあ名前つけるんですよ、はい、まあ、見た目からちょっと似てるなと思って。あ、なるほど、はい、加山雄三です。見たことあるのか。加山雄三、幸せそうってことつけてこねえわ、これ。ちょっと幸せそうです、これ。幸せだな幸せだなって言っちゃいそう、手放し幸せだなって言っちゃいそう、これ怖い。よしよし、行きますよ、はい、もう来るかもしれないよ、はい。うわー、ちょっと一瞬加山雄三感あったから。いやいや、なるほど、ところどころ似てる。あ、もう来た、もうやばいな、もうやばい。胴体家出中。うわー、ここがね、ここがいないですね。そう、胴体ない、胴体家出中ね、胴体家出中ね。じゃあきます。はい、わー、勝手に若大将出てるじゃん。別名で言わないの、人見てる。買えば誘導できて、どうしようこれ。いや、俺もう無理かもしれないな、これ。ちょっと待って、あれ、1個前の忘れちゃった。あ、思い出した、思い出した。じゃあ、山本。それはそれでちょっと、なんでやれないかしら。シンプルなのは逆にきついとか。いや、これ取りに来てるな。いや、もうね、山本ですよ、こいつは。え、まだみんないけてます。まあ、わかりますよ。いや、全然大丈夫。まあまあ、なんとか。ちょっと山本太郎。いや、余計なこと言わない。太郎なかったよ。まだ太郎系もいるしな。太郎系、太郎系、ラーメンみたいに言わないから。これでも山本二郎系みたいな。はい、じゃあ、じゃあ、はい、行きましょう。次行きます。お願いします。そろそろ来るかもしれない。そう、行きます。はい、はい。おー、知らない。ただ、何を言うか、なんか似てるやついなかった。なんかいたな。あ、誰だろう、あいつに似てた。あいつ、あいつ今、それが邪魔するかもしれない。あー、家出するやつか。なんすか。じゃあ、こいつの名前、はい、アクロス・ザ・ナイトメアで。はぁ、自分でいけます。わかんのか、これ。いける、いける。アクロス・ザ・ナイトメア、僕の好きなゲームの曲の名前。あ、お前だけずるい。なるほどね。そう、そういう、そういうのありでしょ。そうなんですよ、そういうのありもの。アクロス・アクロス・ザ・ナイトメア。アクロス・ザ・ポテトだろ。あ、違う、違う、カヤカヤ言うぞ。あー、どうだ。ちょっと待って、ポテト太郎メインと今入ったから。お手つきなんで、これじゃあキープにしましょう。あー、危ない危ない、ダメダメ、今やられた。ちょっと、カヤも言われた。カヤも言われた。違う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 、幸せだな、幸せ話だったよ。え、俺絶対無理だろ、これ。色がポテト太郎だった。やったー、カヤややこしい。くそー、え、血なまぐせ。じゃあ行きますよ。はい、山本。あー、山本名付け親でしょ、名付け親。山本やー。
山本忘れてたわ。いや、名字っていうのは出てた。ごっそり、ごっそり。いや、山本は出ないわ。そうか、全部いけちゃう。全部いけちゃう。これは最初でかいんですよ。これでかいですね。名付けた後ですからね。山本来た。まだ覚えてるから、記憶が。行きましょう。お願いします。1枚だからね、気楽に行こう。知らねえ。あー、知らねえ。新キャラだ。初対面だ。知らねえ。あー、どうしようかな。どうしようかな。こうパーマな感じな。確かにね、うん、パーマですよね、これは。しかり小泉洋。誰誰小泉じゃなくて、小泉純一郎。あ、そういうことね。小泉純一郎ではない。そういうこと。小泉洋ね。小泉洋さんで。木曜どうかしら。じゃあ、行きます。はい。あ、知らない。新キャラ。誰だよ。知らない人出てきた。まだいるのか。キャラや。うわ、山本系じゃないな。いや、確かに。山本系は山本系だ。山本系だけど。山本系ですね、顔がな。これどうしようかな。ちょっと待って。メロンコシパン。あ、まあでもイメージは優しい、緑で素直なの来た。そうか、そのまま。あ、なるほどね。メロンコシパン、優しい、だいぶ優しい。オッケー、じゃあ次行きますよ。はい、ちょっと行きます。はい、えい。おお、知らない、知らない、新キャラだ。知らない、もうダメだ。知らない、もう待って、忘れた。もう無理だって。忘れた。ファイヤーインザダーク。ちょっと待って、やめてもらっていいですか。お前中にやめろ。こまえなく忘れたわ。アクロスも知らない。アクロスザナイトメアとファイヤーインザダーク。アクロスザナイトメアも忘れてたわ。ファイヤーインザダーク。ファイヤーインザダーク。ダークな。ダークいないじゃん。ダンサーではない。ダーク結構暗いから。ダンサーではない。ファイヤー。ビョークじゃない。ビョークでもダンサーない。ビョーク。ビョーク。で黄色で火。ファイヤーインザダーク。ビョークじゃない。じゃあいきます。そろそろ多分来ると思う。来るかもしれないですよ。来ますね。これは。やばい頭の中選手が行きますよ。初めて、初めて、初めて、ここで初めてよ。ここは初めて。きつい、もう名付けすぎた。我々は名付けすぎてしまった。コナッツさん、子供の名前覚えれない。これは何も取れない。マリモのメス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 。ピンク。ピンクだから。マリモ。マリモ。マリモのメス。メス。女。ビョークではない。ジョークみたいな。ビョークではないから。覚えたいですか。メス。やばい。でも中性的だもんな、ビョーク。いや、ダメだ。いや、あんねよこれ。ビョークが邪魔してる。無理だわ。邪魔してる。ちょっと、次俺だよね。そうですよ。決め打ちでちょっと、決め打ちも別にいいんですよ。これ来るよってやつね。まあいいんですよ。もちろん。やべやべやべ。いきますよ。はい。せー。カエマイウテマナアクロスナイトメア。いや、いや、これだったっけ。いや、俺ファイヤー。え、これはアクロスナイトメア。アクロスナイトメアです、これは。次は俺か、富士かな。そうですね。はい。おお、新キャラだよ。ここに来て新キャラや。もうおらんやろ。あー、マリモのお尻しましょうよ。でもまだ分かりやすく、マリモのお尻しましょうって。これは俺なんだよ。まだ出てない。まだいるの。いや、10人やからまだ出てないですよ。え、嘘。まだいるんだ。いや、これはね、はい、先日助けていただいたカビです。長いな。なるほど。ですまで。ただ確かにキャラクターとしてはそんなこと言ってそうな雰囲気です。こんな感じで先日助けていただいたカビです。包丁。先日助けていただいた病気。病気じゃないよ。じゃあ、いきます。来い。さあ、ファイヤーじゃなく、ファイヤーインザビョークっていう。ビョークは一切出てこない。ファイヤーインザビョークちゃうわ。今でも共同2人。いや、でもあ、どうでしょう。いや、でも2人とも言ってた感じがしたんで、競ってたから農家にしました。農家にしました。2人とも競ってたんで、競ってたら競ってたら農家なんで。そう、これそれ競るとは。見ます。えい。うわー、新キャラ。新キャラ、新キャラ。まだ新キャラかー。マジか。え、胴体でちょっとかぶってんじゃん。じゃあ俺この絵描いてる人嫌いになるかも。このタッチ。もうずっと僕は同じ世界観です。マジか。やめろやめろ。やめろよ。アイズオブキッズ。アイズオブキッズ。メガガール。元ネタは。これも僕の好きなゲームの曲。なんやねんだよ。もういきます。メスのバリブ。メス芋のマリモ。メス芋ってまず何。メス芋悪いし、なんかメス芋ってなんすか。表現が良くないし。メス芋最低だな。
よ。嫁とかにそんなこと言ってんだろ。関係ない。いきますよ、はい、ドン。かかるぞ。これはだ。でもあれ今3人同時に。いやでもいや、ゆぎさんがいやこれはステイステイだ。えノーカン俺ですか。ノーカン。ええ。ざっくり。いやいやでももう加山雄三3枚出ちゃったんでもうないっすね。あ、そっか。え？加山雄三。ファイナルぐらいまで。ラスト加山？ラスト加山でした、ね。加山雄三。嘘だよ。加山一加山。何ですかそのタイプ？二加山。二加山。三加山。三加山？加山雄三もうないです。だからもう捨てない。捨てれるんです。捨てないと。脳から捨てないと。俺加山捨てたくないですよ。いきますよ。はい。どうだ、ゆでちゃん。マジかよ。俺ハテナ待ってたぞ。待ってました。いや、俺も張り気味やった。ハテナが出てた。張って、張って言い切った。張ってた、張って。俺の胴体。そろそろ俺の胴体な。そろそろ。胴体ゆでちゃん。来ました、ありがとうございます。こんな言いにくいやつを。胴体ゆで中まだいますよ。まだもう一体。あと一人、もう一体。ラストが。じゃあ、行きます。こいつに言おう。ダメだ。これはいい。ただ指さすだけだった。あれ校長だけじゃないですかこれ。言うな言うな。バレないんだから。バレる。絵面でバレる。いきます。メロンコシパン。マリモの押すって言うことだ。さあ、こっからも取り合いですよ。いきますよ。ヤマト。ああ、できたよ。早っ。俺ヤマト。すごい。いきますよ。はい。かい。初めてよ。初めてだ。初めて。新キャラ。まあ、ここに来てよ。ここに来て。マジ？つけてください。あれじゃあと2匹ぐらいほら。いるかもしれない。そうなるといるかもね。亡くなった加山雄三的なやつを復活させることもできる。そんなこともできる。復活の加山。復活の加山もありますよこれ。マジで？話の名前を。これめっちゃ怖いですね。この名前つけるの。あとなんで俺に敬語？今ちょっとなんで俺に敬語？一瞬感じた。あ、これすぐ言わなかった時の空気。大喜利ちゃんと答えられてる時みたいな。すぐ言わんかった時の空気。いや大丈夫。え、それは言わんかった時の空気。うわー。いやみんな。これそれはね。すぐ言わんかった時の空気。覚えられます？すぐ言わんかった時の空気。言いづらいな。言いづらマジか。あれさっきの俺の長いやつなんだっけ？覚えてないよ。なんだっけ？え、なんだっけ？このやつこのやつ。あ、先日助けられた助けていただいたカビです。先日助けていただいたカビです。こいつこいつ見よ。技使った。よし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 。そう、みんなに一回それを覚えさせといてから。こっち。トリッキーなこと。あ、これでも小泉洋もないんじゃないかな。小泉洋もほんまや。本当だ。忘れなきゃ忘れなきゃ。そうだそうだ。そうか。じゃあ次僕ですね。いやーやばいな。え、ちょっと待って。さっきの青の忘れた。四角のやつ。何だったっけ。さあね。知りません。じゃあいきます。マリモ先日させていただいた感じだ。そうだそうだそうだ。こいつだ。それだ。マリモ誰だよ。マリモまずマリモ誰で。誰だよマリモつけて。マジで欲しいよ。いやこいつの方がマリモだろ。本当だよ帰れよ。あかん子に帰れ北海道の。はいじゃあめくります。はい。マリモです。これだ。くそー。これがマリモのメスか。これもう終わったんじゃないか。もうマリモのメス終わりました。いや一番マリモ来てほしくないタイミングだった。これはやばい。ちょっと待って、ここからも覚え出せるの。いきますよ。こっちからいったほうが。せーの。先生が手に分かんない神です。今日も二人とも何言ってるか分かんない。何にも言えてなかったよ今。もうこれもステーで、もごもご言って終わり。スキャットマン状がね。すいません。キスしか聞こえない。で、競争かぶると途中で諦める。いいですよ。はい。アイカムキス。うわー、これは無理やわ。これは無理。これは無理だって。いなかった。もういなかった。この一番思い出だ。一番思い出だ。クラス。手惜しみてって感じ。よかったですね。うわうわ。いや本当に寂しい。取れてよかった。いいですね。すごいですね。これ取れるもんな。これはね、自分が好きな名前ですからね。そうだよ。それはそうでしょうね。アイソムキッズいいじゃん。いい名前。それがいいと思います。それを抱きしめて寝ろ。寝るわ。分かった。寝るわ。いいセーター。いけねえ。よし、藤田、俺、校長引いたような。もう間違ってないか。はい。せーの。聞こえた。あ、俺だ。
今もう俺多分言えたけどもうぐちゃ言えてましたけど言えてたのはゆげぽいやーで全部ちょっと納得いかないっすわ。もう一回やってくださ い, いもう一回やりますか。もう一回じゃあもう一回メロン俺の俺ですよ。はい、じゃあいきます。ファイヤーインザダーク。うわー来た来た。リョークにいかなかった。リョークにいかなかった。うわーこれ取られ最悪だ。来たいきます。はい、あのね、あいつ空気違う、でもそうだよ、2回掴めなかった空気みたいな。違う違う違う、2回すぐ言えなかった。そうそうそう、言いたい時に言えない。なんだっけな、違う、これ分かんなかった。あ、会いたくなった時に会いたい時にあなたはいない。会いたくて、ジュース、言えなかった、ジュース言えなかった時の空気。あ、それか。あ、誰も覚えてねえ。でもこいつもちょっとやめましょう。こいつまだいるの。あと一匹おると思うけど、こいつは、場の肥やしにしましょう。名前をね。いや、もうじゃなくて場をもう僕ら病気みたいな名前ですか、それ。場の肥やしっていう。それはもう名前みたいに言うから名前みたいに言わないでください。僕ら全部名前だと思う。すいません。これは出ても終わりましょう。僕も出ても終わってました。はい、はい、じゃあ誰だった、次誰でしたっけ。これが分からんのか。京都か、京都か、俺か、俺か、分かるのか。聞いた気がする。はい、はい、ポテトタレ。うわできなかった。言えてた今。俺にはポツソンしか言わない。僕にはとても太郎よくない。いやいや、いいじゃない、気持ちはあった、情熱があった、気持ちすごいった。危ない危ない。じゃあ僕ですね。はい、いけ、もう少ないな。うん、いきますよ。バノコヤシ、バノコヤシ、名前になっちゃう。バノコヤシね。言いたかったな、それ。バノコヤシって言いたかった。絶対受けたじゃん。全力で言ったら。バノコヤシ。絶対受けたよ。バノコヤシすら出てこない。だいぶ弱ってるの。もうこれ最後だから。最後ね。いくよ。胴体家出中じゃない。はい、胴体。ああもう俺アイズオブザタイガーって言ってサバイバーの曲なんだ。アイズオブキッズです。はい、言ったんちゃう。いや、こればかりは、こればかりは。それは取れるわな。取れるわ。そんなことしたら取れるわな。そんな非道科目は。そんないいセーター。もう残り少なくなってきましたね。もう残り3枚4枚。マジか、3枚や。うわー、じゃあ行きます。ポテトタロウ。まあこれはもうそうなりますよ。こうなります。みんなのポテトタロウ。あれ残ってるやつ、いやこれ覚えてないわ。分かる気がする。どれが何枚分かる気がするな。分かる。僕全部忘れた。はい、いきます。どうだった入れ中。まあそうなるんですよ。そうなるんですよ。全然出てこねえわ。あれ最後なんだ。え、何がラスト。俺か。え、誰だ。ちょっと待って、いきますよ。せーの。マリノスじゃないと思うよ。お前かー。おい何やろお前。お前のないと思うやかよ。なんだよ俺。お前のキラキラでも知らねえんだよ。いやいやいや、なんだこれ。返してくれよ。かやぶゆうぞう返してくれよ。みんなのかやぶゆうぞうぐらいが一番楽しかったやんか。いや、我々は僕なんかだってもう4枚僕4枚っす。あ、以上。誇張は8枚ですね。嘘つけ。え、嘘つけ。え、なんで嘘ついた。単位が違う。単位が、1枚と7メロンコシパン。これ1枚で7。1メロンコシパンイコール1枚じゃない。7メロンコシパンで1枚。悲しい。そうなの。物価の安い国みたいな。悲しいですね。だから2枚です。悲しいな。はい、で、僕は湯気12枚。きた。僕、13枚。おファイヤーインザバード、ファイヤーインザダークとアクロスザナイトメアとタイガー、なんとかアイオンザタイガー。僕の記憶がおかしくなる。いや、もう本当に今日は校長教頭、はい、ありがとうございます。本当じゃない、こちらこそありがとうって思ってるけども。はい、忘れてるんだ。よければよ、アンジェイ、また来てくれよな。握手なんて絶対しませんよ。最初ね。見たよ、さっき。見た。散々見たよ。